前回のカズクラ、カズクラの大冒険。いや、大冒険じゃないよ。実は雪を取りに行こうかなと思ったんだ。それで雪原の場所に行ってみると、昔のカバンとかなくなって、全然雪ないわ。ないわ、取れない、バケツで取れないやつや。ただ大変なことは、そう、白ギツネ。初めて会ったよ。それで帰る途中に野良犬に噛み殺されてしまったけど、また新たな兄弟を連れて帰ってきた。これからは大切にするよ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。体重減ったかと思ったら、またなぜか戻っちゃったって。瞬間風速みたいな感じでさ、シューンって戻っちゃったの。なんだろう、ペンって戻って、そんな暴飲暴食してねえんだけど。もう、ただ筋肉量だけは間違いなく増えておりますので、はい、そこは安心かなと思ってます。はい、今84キロ台また戻っちゃったんだけどさ、84キロだけども、そんなにあんのっていう感じに仕上がっております。で、今日ちょっといいコメントあってぞ。はんぺん侍さん、カズさんの本職は男です。時には男としてロマンを表現するのが YouTuber で、時に男親として家族を守り、時に男児としてバカなことをする男です。いや、ほんと、いや、でも女性はね、ほんと大人よ。もう精神年齢もう中学ぐらいで、もうね、男のものをすって超えてしまってる。もう女性は基本的にね、女の子だなーっていうことを、そんな感じることないんだけどさ、男はさ、バカだなーって感じることいっぱいあります。いっぱいある。やっぱ男なんすね、職業。いやー、頑張ろう、男の子として頑張ろうっていう、ちょっと言い訳がましいけど、男の子として頑張ろうと思ってます。かっこいいな、あっちも。そんでガリバーさんからは、カズクラ初期から見ていて、お、中学生だったんだけども、そんな僕も大学から就職する季節になりました。おー、就職の時期来たか。進路に向かって進むのか、普通に先生とかが進める進路に堅実に進むのか、どちらがいいのかすごく悩んでます。夢を追いたいけど、夢ばっかり追ってて良いのかなと。あー、これロマン、やっぱこれ男の子からはちょっと分からんけど、やっぱロマンを追いかけようとしてんだね、これ。いや、正直正解ないからね。だ、夢がね、一体何なのか、ちょっとそれが分からんから、なんとも言いづらいんだけど、確率的なもんどうよ、確率的なもん。なんかさ、消防士になりたい夢があるんだとか、ね、警察官になりたい夢があるんだとかだったら、確率比較的、ね、高めだからさ、要は全然、職業的に、金銭的にも全然問題ないよってなるけど、ほら、YouTuber になりたいんすみたいな、だったら、わー、ちょっと、夢追っかけながら働けってな、夢追っかけながら働けって、マジ気をつけろって、自分の職業だからね、よくわかるけど、マジ気をつけろよってなる。ただやっぱその夢を追っかけれる余裕は残せれるような職業に就くっていうことをおすすめしますね。はい、夢は追っかけれるようにということで、はい。そしたらね、夢のこともいつかね、できるかもだろ、それだったら。だからもう、本職、まあ、就職せんと分からんけど、バチクソ忙しかったらさ、ね、ブラックみたいな、11位まで働きますよ、みたいな、だったらちょっとできねえけどさ、ある程度余裕あるんだったらいけると思います。ほんで今日ですね、ちょっと、試したいこともあるんでね、いろいろやっていこうか。カズクラ！さあ、今日は塩味用意してますよ、塩味。ラン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 、ラチグッズ。あった、今度いっか。さあ、ではミッション、ただ働きされてるコンコンギツネを救い出せ。実はなんだけど、あの島の地下にずーっとただ働きさせられているコンコンギツネがいるらしい。いや、これは噂レベルでしか聞いたことないけど、どうやらいるらしいんだ。で、今回そのコンコンギツネの親御さんから連絡いただきまして、どうやら息子が地下に幽閉されているという情報をいただいた。というわけで、俺は危険を顧み、寝てみよう。浮きながらすや、おお、幽体離脱みたいになってる。よく寝たわ。じゃあ行こう。今現在朝の6時半、やつらは寝ているという情報が。スイスイスー、タラタタタタタタタ、スイスイスー、タラタタタタタティーと、スイスイ、うーわ、スケルトン、やばい。 AI 監視システムまで動いて、うわ、こんなところにも。マジかよ。
これは、これダミーか。大丈夫か。いろんなところでなんかうごめいてる音が聞こえる。こんなところで、あんなところにも傭兵が。はい、危ない危ない。よし、大丈夫か。誰もいないか。参る。大丈夫っぽいな。確かこっちだ。ここ、なんだここ。ゴーレムが幽閉されている。なんなんだここは。こっちの方だ。ここに、あ、なんだお前は。いた、いた。かわいそう。オーラが助けてやるからな。待っててくれ。あ、ちょっとこれだけもらって。お前まったくかわいそうに。まだここにも兄弟たちがいるのか。そっかそっか。ここを、あ、干からびている。この兄弟は干からびてるよ。ここでこんなことがあっていいのか。草の中で兄弟がいてて。て、嘘だろう。ん、いや、生きてる、生きてたよ、生きてたよ。おお、お前も今、今ね、完全に疲れ果ててんだな。わかったわかった。行こう行こう。疲れ果ててるのか。いや、たまにさ、あの古い家でさ、ネズミがあんな感じで干からびてることあるじゃん。お、それかと思ったんだよ。よかった、それじゃなくて。なあ、こっち来な。うわー、めー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 。ちょ、また今度だから。よしよしよし。あー、こう村人も地下で監禁され、なんていうことだ。また嘘だろう。猫もなんかなってるよ。猫も恐ろしい。一旦これ登れるかお前。ささ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 さ、来てる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 。カモン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 。気をつけろ気をつけろ、トラップだらけだぞここらへん。行くぞ行くぞ。息止めろー息止めろー。行け、しゃ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 。あー、しゃ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 。あー、お父さんお母さん息子さん救出しましたこれ。あー、よかった。あー、息子さん救出できたわ。君の名前もつけないといけないな。実はな、今回お父さんお母さんに連れてきてほしいって言われたのは救出だけだと思ったら、そうでもない。お前ももう大人になったからさ。そう、幼馴染の彼女いただろ。ほら、幼馴染の、ほら、須藤さんだよ。須藤さん、須藤ゆかりさんだ。ほら、どうだ、須藤ゆかりさん。お前の名前なんだったっけ。おーい、釣り行くぞ。よいしょ、渡辺行くぞ。そういえば渡辺家の長男行くぞね。いくちゃんって言われたね、小さい頃は。いくちゃんと下の名前なんだっけ。ゆかりさんだ、須藤ゆかりさん。今回、はい、しっかりと薄味用意してきてるから。白いキツネ、茶色いキツネ、生まれ育った場所は違うのか。お前たち本当は引っ越してきたの。 あ、そうなんだ。あ、須藤さんはもともと雪国に生まれたんだけど、あ、なるほど、親の都合で。あ、なるほどなるほど。ゆかりちゃんは、なるほどなるほど。子供がね、どんな子供が生まれるのかと。要はな、なんて言うんだろうね、やっぱ最近ではなんだろう、あの日本人同士とかじゃなくてね、ハーフとかクォーターとかね、もうほんとみんながみんな混ざり合ってるっていうかね。アメリカなんかもすごいなんかもう混ざり合ってて、もうほんと人種の壁なんかねえよみたいな、そんな感じになりつつあるよね。だからここでもね、ちょっとね、毛並みが違う、ね、子たちだけどさ、一体どっちに振るのかみたいな、ちょっと気になるとこ。ちなみに、私の娘は結構カズさん寄りと言われてる。カズさん DNA が強いと言われてるんだけど、はい、この子たちはどうなんのかね。また大人になると違うかもしれないし、そもそもどうなのかって。もう意気投合しちゃってるから、これちょっとちょっと行くよ。はい、どうどう。あっ、あ、え、こっち生まれんの。マジかよマジかよ、こっち生まれた。いや、結構びっくりしてる。マジか。カズクラ、
いやー、マジかマジか。こんなことある？いや、ちょっと、いや、どうでもいい豆知識ね。クリエイティブでさ、さっき遊んでて、白ギツネとこれって、ちゃんと子供を産むのかなーってテストしようとしたんだけどさ、実はテストしてないんだよね。なぜかっていうと、白ギツネっていうジャンルがなくてさ、この雪の平原と、この普通の大地で違うんだって、もともと。同じ卵スポーンエッグ投げつけても、こっちでは、この、ノーマルなオレンジっぽいキツネが生まれ、雪国では白ギツネが生まれみたいな、めんどくせえって思って、もういいわと思って、子供生まれるかどうかもすごい心配だったんだけどさ、ちゃんと生まれるし、こんなあったかい大地であっても白ギツネ生まれるの、親の DNA めちゃめちゃ受け継いでんだわこれ。多分2分の1の確率だと思うんだけどね、これ。あれ、ゆかりちゃんは、あれ、あ、いた。おー、びっくりした。ゆかりちゃん円くんなったかと思った。ちゃんと名前つけたんよ。ゆかりつえから須藤ゆかりで、まあ夫婦別姓とかあるけど、あいつは養子向きだわ。こっちだ、あいつは。養子向き。ゆかりちゃんが結構ね、言ってくれて、な、ももえちゃんでいこっか。いやー楽しいなー。はい、はい、付け直しまーす。はい、ゆかりちゃん、ゆかりちゃんの名前忘れちゃうので、ピッと、はい、須藤ゆかりになりました。須藤ゆかりちゃんです。はい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 。ほんで、あなたは養子入りおめでとうございます。須藤育三になりましたね。お父さんお母さんもいいって言ってるから。ほんで、桃江ちゃん、桃江ちゃんいきますよ。はい、はい、須藤桃江ちゃんの出来上がりです。2人目行きたい。2人目行けるんかな。ちょっと2人目だけね、桃江ちゃんだけだとかわいそうだから、2人目ちょっと頑張るとかっていうあれもないけど、いいっすかゆかりさんね。女性の負担が大きいからね、本当ね、出産はいいっすかね。もうちょっと待ってね。もうちょっと待つと、もしかするとできるかもしれないから、それまでなんかこういきなりなんかちょっと整理整頓してます。カズクラ。クォーツブロックって燃やすことできないよね。加工することもできないよね。さてと、では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 、行くよ。おお、食べた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 。でんでんでんで、二人でもこっち女の子でした。うちと一緒じゃん。ねえ、オス少なめみたいな。桃江ちゃんと名前だけつけたんよ。女の子でした。元気な女の子生まれました。須藤咲ちゃんですね。いや、基本確率半々だと思うんだけどね。半々だと思うんだけど、女子強しということでね。あら、でもお母さんの近くにいるのかな。こっちも萌えちゃんで、あ、咲ちゃん、咲、あー、オッケーオッケー。はい、というわけで、今回はキツネファミリーができたということでね、まさか白とね、このオレンジ合わすことでこうなるとは誰もが予想しなかったでしょう。いや、うちも初めて知ったわ。かわいい。いや、これからもちょっとこの子たちここに住み着くみたいなんで、まあ、特別家もいらんと思うし、楽しく過ごしていきたいなと思います。ほんで、私も女姉妹なんだよっていう人いたらね、ぜひ高評価よろしくお願いします。というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバーイ。